子どもたちの夏休みに合わせ、中学1年生以下によるサッカーの交流戦が佐賀市で開かれ、雨の中、熱戦を繰り広げました。この大会はコロナ禍で練習や試合が制限されてきた子どもたちに交流の機会を与え、サッカーの技術を高めてもらおうと初めて開かれました。北は北海道、南は鹿児島県まで、九州を中心に17の地域クラブから中学1年生以下のおよそ350人が参加し、市内3つの会場で試合に臨みます。このうち龍谷高校サッカーグラウンドでは、激しい雨でパスがつながりにくいピッチに悪戦苦闘しながらも、子どもたちがはつらつとしたプレーを見せていました。自分たち の力が出せるので、それでその力出したやつをもうちょっと良くしようと思いました。あとはもう全部勝つことです。まあ、コロナとはこう向き合いながらスポーツをやっていかないといけない、まあ、世代でもあるので、やっぱりそういったところでいろんな方に感謝しながら、その経験値っていうのをやっぱりこういろんな試合、いろんなチームと試合して培ってほしいなと思います。大会は今月19日まで開催される予定です。